え皆さんこんばんは、ワドです。2018年3月の21日、えー、夜中の1時7分です。よろしくお願いします。ちょっとね、いろいろ考えたんだけどい、今言うべきことっていうのがあるなと思って、あのい、今しか言えないことっていうのを、ちょっとログを残しておきたいなと思ったんで、ちょっと喋っていこうと思います。コラボとつまちにしてるんで、ご意見のある方はコラボどうぞ。 それ書いておこうね。うんとねえー、っと、うん、多分なんだけどやっぱりね言ってたことが当たっていたっていうか5年前にすごく5年前というかもうこれ生まれた時からずっと言ってたことなんですけど。 世の中にはね、あの、お金があったら幸せになれる。お金が世の中全てだっていう人がいるんですけど、あの、大して稼いでない。大して稼いでないけど、僕収入今3倍になったんですよ。で、今言うべきだなと思ったの。あの、リスナーさんのおかげで、こう大、大金、俺にとっては大金ね。大金をもらえるようになったと。で、大金をもらえるようになって、 多分ね、普通のサラリーマンとかアルバイターとか低所得者とか単純労働者がもらっていない額っていうのを稼げるようになったからこそ今言おうと思ってんの。あのね、やっぱりね、金じゃ幸せになれんぞ。うん。っていうのが言いたかった。<laughs> 一言で言うと。あの、金持ったから言えると思うの。金持ったから。で、多分、おそらく、その、俺に、その世の中金だって言ってる人たち、 よよりも稼いだだと思うんだよその上での結論ね。これね、稼いだ今だから言っといた方がいいと思ったの。やっぱりね、金じゃあんま変わらん。思った通りだった。うん、いや、今、今、稼いでる今言うのがリアリティあると思ったの。確かに、ジーパンはユニクロからリーバイスのヴィンテージの606を3本買えるようになった。えー、買いたいものも買える。えー、っと、おしゃれにもなった。 シルバーとかのアクセサリーとかも買えるようになった。えー、食いたいものが食える。でもね、まあまあ、まだ数ヶ月の稼ぎだよ。でも、今言っとくことが、なんでかっていうと、明日稼げなくなる可能性があるから。でしょだから今の体感ってすごく大事じゃないクーさん。まだ数ヶ月かもしれないけど、今このログを残しておかないと、結局、その嘘だったのか本当なのかっていう体験がなくなるから、俺はだから今言っておこうと思ったんだけど、 まだ数ヶ月の稼ぎだとしても、俺ね、過去にこれくらい稼いだことはあるの。でもその話を稼げなくなった時に言った時っていうのは説得力を生まないんですよ。だから俺は今言っとく価値があるなと思ったの。やっぱり金じゃないって。ただか便利は便利ね欲しいものが買える。食いたいものが食える。でまあ、女好きな人は女買える。酒好きな人は高い酒飲めるとか色々あると思うけど、 どう思うこれね、もっと金持ち者が言うべきだと思うんだよね。金持ち者が本当のこと言うべきだと思うんだよ。なんかね、その、うん、金が目的になってもつまんねえぞっていう。それよりも人生にやりがいがあったりとか、ちょっと浅い。何が浅いのうん。何が浅いのかがわかんない。 そういう下手な煽りとかいらないから。うん、ちょっと浅いの意味がわかんない。ちゃんと日本語。そんなこと誰でも言えんの。人が何かを一生懸命喋ってる時に、うーん、ちょっと寒いね。とか、ちょっと浅いね。って。そう。それを言う方が浅いから。うん、体験で語ることってものすごく重要なんだよ。で具体的に言って。で、もしよかったらコラボあ、あの、ご意見があるんなら。金はね、やりがいというかね、あの、モチベーションの一つにはしてもいいけど、 何て言うんだろうそれでねその金金金っていう背景主義者になったらダメだと思ってる俺は女は買ってない、うん、そうあるに越したことはないし増えれば便利は便利になってくんだけど多分ねそのお金が目的になるとあのさしい生き方になるよやっぱり俺はそんな感じがするなんかすごい人生が充実したものにならないって思うねお金を追っかけちゃったら それが俺の現段階での結論かな結論っていうかこれは体感ね。体感。やっぱりっだから今この瞬間にログを残しておいた方がいいっていうふうに俺は考えた。言わない いや、価値のあるものは買えないと思うよ。牛音トランの槍は金では買えない素晴らしい。大体ね、本当に価値のあるものってお金で手に入らないものなんだよ。最近それがすごく増えてきた。欲しいものってね、払えばね、手に入るものってそんなに、そんなになんだよね。初見さんいらっしゃい。そうそう、金は道具だから、ツールだから、何をするのかっていうことなんだよね。 お金を持って何をするのかういっそれで何をするのかがすごく大事だと思うお金が悪いものだって言ってるわけではないんだよはいワドツマキルいらっしゃいこれはすごく大事な話してるんだよね俺はお金が悪いとかいいとかそういうもんじゃなくてただの道具だっつっててで金は不幸は減らせるけど幸福にはなれないよって言ってて ね、あ今残さないとと思ったんだよね。今残さないとっていう。これはね、すごく大事な話だから。声聞こえないみんな声聞こえてる大丈夫ブツブツする電波障害起こってる今多分、あの、ゆゆゆさんだけだと思うけどね。音が聞こえないって言ってんの。でもね、大体なんだけど、俺の、 印象なんだけど、所得の低い人ほど金が全てだと思い込む傾向がある。俺も所得が低い時にそうだったから。だから、この考え方っていうのは間違ってるよっていうのを広めないといけないんだよね、やっぱり。たまにブツブツしてた。ありがとう。俺もそう考えてたの。月収15万とか13万とかの生活を続けていた時。あ、世の中金が全てなんだって思い込んでたの。 でも、蓋開けて金を掴んでみたら全然違うんだよね。だ金の目的のためじゃなくて、目的、金が目的のために働くっていうのは寂しいことだよ。あ、じゃあ今は大丈夫なのね。だからね、あの、やりたいことやった方がやっぱりいいよ。うん、結論なんだけど。今の月収は、うん、まあ、普段の3倍ぐらいになったね。 正直言うと2倍から3倍になってる2倍から3倍でおそらくなんだけど多分まあそこそこいい給料をもらってると思うよまあ自由業だからさそれが継続するかどうかっていうのはわからないけど金が入ってきて失うものはないんじゃないかなちょっとそれはよくわかんないな 目的のための予算が必要ならお金の正しい使い方してると思うね俺は。カーマさんは経営者の考え方でお金を正しく使えてると思う。うん。目的のためにお金が必要っていう。ただお金が稼ぐことが目的だっていう風に捉えちゃってる人っていうのは、すごく考え方改めた方がいいよっていう。ああ、そうだね。実際金が、あのね、買い物するときに値段見なくなったね。これテルチャンピンに言われてて。 嘘だだろって思ってたんだけどこれ本当財布値札を見なくなったこれは本当にあやっぱ経営者だうんお金を使うスキルあのねそれでもっと思ったのが金稼ぐことより金を使うことの方が難しいだからこれは本当に面白い現象が起こってるね久々に金稼げるようになったわけじゃんそうすると自分の中でいろんなものが見えてくんのよ で、俺が想像して言ってたことはやっぱり間違ってなかったなっていう風に思うようになった。まあまあいいんじゃないそれは石の通貨を使ってようが何だろうが。それは別になんか全然ありだと思うけど。でもなんかすごく伝えたかったのはその若い人でお金さえあればなんとかなるとかお金さえあれば俺は幸せになれるのにって思ってる人に悲観しないでほしいっていうこと。あのね正直言うとね、金掴んでも金なくなっても変わらねえわ。変わらねえ。 だから幸福とかそういう概念っていうのは多分お金とは別の要素にあるんだよっていうのを稼いだ時にしっかり言っておこうっていう。で、俺はまだまだ稼ぐけどゴリゴリ花火もらってまだまだ稼ぐと思うの。まだまだ。まあ稼ぎたいと思ってるんだけどそれでも多分変わらないと思う。だからこれはちゃんと言っておくよ。月収100万になったりとか月収1億になっても言っていく。シェアしていく。その時変わるかもしれないから。 わからないね、それは。青山の贅沢がいつまで続くのか。それは他人のことだし、あの、未来のことはわかんないから。でも、今のところ、3倍ぐらい稼げるようになって変わってないよっていうのは、すごく大事な情報だし、すごく生きた情報だと思うの。だから、それを、なんか、みんなにシェアしておこうと思って。あー、じゃあ、お願いします。頑張ってください。お願いします。ガンガンください。 でもね、これってすごく大事なんだよ。ど貧乏で生活保護だった俺が言うから、誰よりも説得力あると思わない。俺、多分、日本の最底辺でホームレス生活保護で、アルバイトからここまで来てるわけだから、すごくリアリティがあるの。で、稼いでない人に対して、その、リアリティがすごくあると思うから、これはね、あの、なんつうの、ここで見え張っても嘘ついてもしょうがないじゃん。 なあね、今こそ言いたいな本当に。金じゃねえぞって。たーさんいらっしゃい。生活保護って家族いるともらえないのあの、生活保護に関する質問は、えっ、ー、と、ふわっちのプロフィール欄に書いてあるんで、まずは動画を見てください。はい。あの、生活保護のすべてが書いてあります。ありがとうグレート花火ありがとうございます。でね、この件に関して、いや、世の中金だ、金がすべてだっていう人と、ちょっと話してみたいと思ったの、俺は。 世の中金だろうって。わと綺麗事言ってんなよっていうタイプの人っていると思うから。からあの、もし、世の中金だって思ってる人はさ、ぜひぜひコラボ上がってきてください。ぜひ。その話がしたいね。話が。聞いてみたい。その、意見の対立、うん。あの、なんだろう。多分ね、これってね、あの、本当に財産になると思うんだよ。 こういう話って。金ない時と感覚は変わらないけど余裕は生まれる。余裕は生まれる。それは間違いない。たーさんね、もう一回俺の定義をね。昔から言ってる定義。金は不幸は減らせるけど幸福にはならない、うん。だから余裕は生まれる。で、あの、楽になる。不幸は減る。ただ、幸福になるかどうかは別。 あげるよってでも今現時点で多分多分なんだけど日本人口のえっ、ー、とね40%以上の月収以上になってるはずの多分いくら稼いでるか言わないよまぁ、あ、切るでおそらくなんだけど4割以上になったんだよ4割以上の金掴んでるところに入ってきたからああそれはあるかもしれないねうーんターさんの言うことあるかもしれない うん、はいこんばんは世界一の投資家ですら、えー、金と幸福度の相関は否定してるあそうなんだへえ世界一の投資家って誰だウォーレン・バフェットかな誰だろう今生活保護、えー、受給者だけど今の方が家族の大切さを感じているほうほうほうマッキーさんこんばんはでもねこれはね本当にねちゃんとシェアした方がね絶対いいと思う だってさ、月収18万ぐらいだったわけじゃん。俺。もしくはそれ以下の生活保護者だったわけじゃん。で、今これからの社会ってそういう人が多くなってくると思うの。で、俺はその人たちに向かってアドバイスをしたいと思ったの。本当に。金が目的だとろくなことにならないと思ってて。で、俺が掴んだものの一番でかいところって金よりもでかいものを掴んでると思ってて、その、多分それは、 自由にやって稼げちゃってるってところが最大の強いところだと思うの。好き放題やって適当に生きて、稼げてるっていうのが多分味噌だと思うのね。多分だからね、普通の同じ月収の人は羨ましいって言うと思う。多分なんだけど。そんな気がしないマキル。お花畑レスラーいらっしゃい。あ、和道って入れてくれてるんだ。ありがとう。堅、うん、くなナに和道旅団って入れないところがいいね。 <laughs> あの「和道」って入れてくれてんのは嬉しいけど旅団の名前は意地でも使わないところがいいね金持ちになれば仕事は忙しくなるし自分の時間は少なくなるあーなるほどね、うん、でもねこれはね金持ちほど言うべきだと思うんだよな俺。 金を持ってる人ほど多分ね、この心理は手に入れてるはずなんだよ。多分。多分ね、あの、金持ってる人ほど俺の意見わかるって言ってくれると思うんだよね。金が目的だと達成しないけど、他が何かが目的だと金がついてくる。なんかあれが面白かったよね。ゲームの理論。報酬を与えるか与えないかっていうゲームの理論が面白かったね。初見さんいらっしゃい。 金でいられるのは精神的な安心感で幸せとは違うと最近思った。はいはいはい。自由に仕事やって金稼げてるの一番幸せですね。まあまあまあ幸せかな、うん。俺はね、なんか信頼が大事だっていうのもあんまり考えてないかもしれない <laughs>。俺はあんまりその信頼が大事だっていうその友達多い理論とかあんまりなんか現代的ではないなぁと思ってるかな。ごめんね。うん。 あるレベルから金を稼ぐのが難しくなるから、いかに仕事をしないかに路線を変えるのはある。多分効率を求めていくだろうね。多分なんだけど、うん。でもね、それって職種によると思うよ。むしろね、俺とかってね、情報産業じゃん。ある意味。だから超有利で、情報って無限なんだよ、可能性だけは。あのー、だからさ、例えばさ、マキる面白い例を言ったらさ、3年前、えマキる方、まあ1年前見てたか。1年前の俺知ってるじゃん。 一年前に話してる内容と今話してる内容にそんなにズレがないと思わない。一年前やってた仕事量と配信の内容の精度と今何が変わったのっていうとスケール、規模が変わっただけなのよ。でしょだからあんまり変わらないと思う。信頼がなければ貨幣制度、海外でお金が意味をなくした。 うんちょっと別の、別の意味合いかなと思うけど、それは。もしよかったら議論したい人議論して。負けるそうじゃない ?1 年前のクオリティと今ってさ、レベルが明らかに3倍になってると思う。配信内容3倍面白いわって多分思わないはずなんだよ、負ける。変わんねえなって言うと思うの。 旅配信してた頃の方が見かけ上クオリティでしょクオリティ下がってるぐらいなんだよ、多分 <laughs>。クオリティが下がったのに <laughs>。いや、きるお前、返し上手くなったな、この野郎。もう昔の方がクオリティ高かったかなって。ちょっといい返しすんじゃねえかよ、お前。ふざけんじゃねえよ。コメントスキル上げてんじゃねえよ。昔の方が面白かったのに収入3倍だね、だって。ふざけんじゃねえよな、この野郎。 お金って作られたものとは、えー、作られたものは最初にどこに使うのか気になる。どういうこと作られたもの、え作られたばかりのものは最初にどこに使うのか。何、何を言ってるおお、銀行に行くんじゃないの集音銀行ですられたお札は銀行に行くんじゃないので、銀行でピン札出てくるから、別に難しい話じゃないと思うけど。はい、友さんはつ 日銀からビッグバンクに行くんだよ。ビッグバンクというか、なんかでかい銀行とかに行くんだよ。イエスさん、風船ありがとう。<laughs> あ,ありがとうね、フォロー。フォローしてくれた人ありがとう。ともさんはつ、うん、だからね、そこはね、その情報産業をやってて、情報のすごい強いところだなとは思ってるんだよね。あのー、なんて言うんだろう。 逆に言ったら時間がかかるんだけど、時間をかければかけるほど優位性が上がるっていう面白い産業なんだよね。でもまあまあ、あの、想定した通りにはなったちょっと時間が遅れてきてるけど、自分が想定してたよりも遅い結果の現れ方だけど。っていうか、あれだな、石田とさ、見た石田と久門流の。あ、すごかったな。物々交換の代理、最初のカフェ。あ、そういう意味 うん、そういう話生主とか YouTube っていうのは次世代の労働概念の走りなんだ。あ、俺もそう思うよ。うん。労働は労働だと思う。だけど、遊んでるように見えるっていうのがミソだと思うよ。うん。だからまあ、俺は自分で YouTube とか配信とか両方ともやってるけど、明らかに労働だなって感じるもん。明らかな労働。 ただ、はたから見ると現代人からは遊んでるように見られるだろうなっていうのは分からなくもない。なんでかっていうと、ターゲットにしてる人、視聴者の多くっていうのは単純労働者だから。うん。だ誤解が生みやすい構造であるよね。 健康だったらそれ老いるいっ,っていうのもね病の一つだからねうーんなんだろうないやでもねあの遊びだと思うよもっと古くから見たら江戸時代の人とかが見たら遊びだって言っていいと思うけど現代人が言うのはちょっとちょっとなって思うのはそこかな。 江戸時代とかってさ、農民が働かないと国が倒れるレベルじゃん。農民が9割いないと国が成り立たないとかそういうレベルだから、もしなんか部屋の中で喋りで飯食うって、コラボ大歓迎ですよ。話題に沿っていれば。全然ウェルカムです。コラボどんどん上がってきてください。うん。いつでもどうぞ。そう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 。テレビマンとかもそう遊び人に見えると思うけど。 あの時に言われるんだったらわかる。だからテレビをやってる人が遊びだって言わないでしょ、現代人。だったら、テレビを見てる、テレビを作ってる人が遊びって言わないんだったら、物書きが遊びだって言われてた時代あるんだよ。今からするとゾッとするじゃん。物書き、要は本を書く人が遊びだって言われてた時代あるんだよ。道楽門が物を書くって。だから、それは時代によって変わるものだと思うよ。 俺はね、癌が新しくできた病気っていう、年寄りがよくよの。昔は癌なんてなかったって言うんだけど、違くて、癌っていう細胞が現れるぐらい長寿になっただけだと思ってるんだよね。そうそう、あるんだよ。古い、俺の世代ではないけど、小説家が小説読むとバカになるって漫画みたいな扱い。漫画家ですら言われなくなったじゃん、今。俺が子供の頃親に言われたよ。漫画読むとバカになるって。でも、多分なんだけど、漫画読んでるやつの方が頭いいぜ。 今の時代ってで多分ね今の現代人は多分漫画とかアニメとか見てるとバカになるよって言われないと思うんだよ。うん命はねあの何、ー、だろう変えられないからね俺はそれのんちゃんと別れた時思ったよ。のり子はのり子はやっぱり帰ってこないんだよ、うん。それ猫と一緒だよね。 だから分かる、うん、かけがえのないものっていうのがあるんでっていうかあれかコラボ上がってこないのかなどうなんだろうだからねこれ難しいよでもね俺,俺の予想ねあの俺ぶっちゃけた話身の丈を超えてるぐらい稼げてるからうん こんにちは。あれ、あ、ごめんなさい、ちょっとだけ待ってください。スピーカーから音が出てしまって、ごめんなさい。はい、あ,あ,あ、聞こえますよ、どうも。あ、よろしくお願いします。げんチャンです。あ、よろしくお願いします。和道です,です、うん。確かにね、あの一時期、あの小説家とかね、あの、うん、食べるものに関係しない職業っていうのは。はい,は,いはい。まあ、あの工業とかね、第三次三、はい、第二次、第三次産業以外のものっていうのは。 あのー、結構あの軽んじられてましたね実際にねう,うんね親がね子供に対して「お前何遊んでんだ?」みたいなね「<laughs> 勉強してんじゃねえよ」みたいな <laughs> 多分言われてたでしょうね <laughs> うん、うんうん、で僕これからの時代未来を読んだ時に単純労働そのものがなくなると読んでるんですよ多分うんおそらくですよでよくあるじゃないですか あもう AI ロボット産業外国人とか特になんから日本人は早いでしょうね、うん、先進国の中でで、うん、多分200年後の教科書に何て書かれるかっていうとうああなるほどね、うん、今ねちょ,ちょっと前までねあの歩くことがスポーツだって今言ってるけども歩くことが移動手段だったんだよ昔はね なあそれがあのあ競歩のことですね。要はウォーキングとウォーキングっていう概念ないですもんね。あそれ面白い指摘ですね。確かに今ウォーキングで健康のために歩こうってスポーツでやってるけど普通に歩くしかなかったと。あすごいすごいすごいいいですねいいですね。ああなんかすごいすごいですね。それは思いつかなかった。確かに確かに。 その延長線上にねあの働くってことがねあの、まあ、働くっいうのが昔あったんだよっていうことになってるんな、ね、そうですけどね分。ぶんそうなる気がする作曲関係も今は、ね、スポーツだと思って、うん、自分音楽やってるんですけど、はい、脳を使うための遊びになると思います、はいまあ、コンピューターが、ね、作曲しちゃうからそれでも僕音楽は残ると思ってるんですよ。なるほど な,なんでかっていうと、えーと,うん、というよりも僕バンドやってて思ったんですけどバンド昔やってライブハウスの経営とかやってたから音楽業界にいたんですよ、うん、で音楽作る人だったら知ってると思うんですけど、うん、あの売れ線の,あのベストセラーになる曲とかあったじゃないですか100万枚売れるとか、うん、あれでも昔のクラシックで発明されたコード進行だったりするじゃないですかそうですねそうですよね、うん 確かに、売れ線の行動を書いてとか自動化して曲をランダムに作らせたらいろんな面白い曲がコンピューター作れると思うんですけど、うん、人間が心地いいとか人間が好きだっていうのは人間にやらせた方がまだ有利かなあのねあアナログ的なところはまだ勝てると思ってるのた,ただね、うん、2045年あの人工知能が人間を起すって言われてる年ねその時にどうなるのかが今、気になってる。はい あれ、うん、得意点ってやつですよね。その IC チップが、脳の構造が、そのチップのシナ,、うん、シナプスの数が神経、えっ、ー、と、ごめんなさいね。日本語まとめますね。うん、えっと、多分それって、その得意点の話って、脳みそのシワの数、うん、シナプスの数が、IC チップの数が超えるって話ですよね、多分うんだと思います。超えるけど、僕、人格は生まれないと思ってますね。 うん、高架機動隊風に言うとゴーストは宿らないっていうのが僕の考えなんですよ、マーソン段階ね、うん、自分、ニコ生マやってるんですけど、ニコ生の,の方でね、うんあの、なぜか AI を作った人が仏教の時視点から AI の話をされたんです、はい、どういうことかというと、う AI はもともと欲望を持たない、だから完璧な存在である、うん、でも不完全だからこそ人間であるとだからー AI に欲望を持たせようと。うん 面白いおめてから、人間に貶としめてからそれから人工知能を作ろうとそういうことをねあの仏教の方があの AI について語ってました、うん、あそれ多分当たってますね、うん、多分欲望とか矛盾とか不合理性とかそういうのが僕感情だと思ってるんですよ、うん、なるほど、うん、だからもしそれを AI が持つようになったり何だか分からないランダム性とかそのあと互いに影響し合うかどうかですね AI 同士がうん AI 同士が AI 同士にその会話させた時にお互いに影響を与えて要は縁起ですよね、うん、仏教でいうところそういうものができるようになっていって、うん、プログラムが書けるんだったら僕は人間超えるかもしれないと思ってますそこですねそこがポイントだと俺は思ってます、うん、それが2045年かどうかはちゃんと俺は分かってないです多分なんですけどなんかその、はい、えっとそれすごい面白い話で掘り下げていいですかどうぞ AI と 今僕らが AI って使ってる時にドラえもんとかアトムとかそういうなんか人間的な人工知能だと思ってるじゃないですか僕らははいでも、あのー、今進んでるのって専門性 AI ってやつなんですよ、はい、これどういうことかっていうと将棋だったら将棋のプログラムだけやらせるっていうのだと人間が勝てなくなってきたそうです、ね、囲囲碁碁だっったらととか、あのー、負けるる回数の方が多くなててきてると思います将棋そうですね ただ、うん、その人間ってそれだけじゃなくて、なんていうんだろう、運動神経であったりとか、人うん、なんかこう、本を読んだりとか、いろんな、その複雑なことをしつつ、うん、将棋がうまいとか、その能力を特化させていくわけじゃないですか、運動神経がいいとか。うん、だから、うん、そういう複雑性を考えると、まだまだ先かなっていう。一個のことやらせたら勝てないけど、計算とかバーッとさせたら勝てないけどっていう。うんまあ、それを考え始めると、例えばオセロはね、もうすでに一回も勝てないよ。 まあ、そうですね。将棋は、あのー、まあ、五分。ね、あの、だから、なんで二千四十五年かって言ってるっていうかっていうと。はい。いろん、すべての面じゃないかという、気になってるんですけど。今、今、もうすでに、か、勝てないんだから。一部に。まあ、勝てないですね。勝てないですね。うん、多分、将棋も多分勝てなくなると思いますよ。なんか、んね、あの、将棋結構好きで。うん、あの、羽生さんが。対戦断ってるのは、あの。当時のう、ね。うん。はい。羽生さん、多分勝てないんですよ。 うん、あのなんでかっていうと羽生さんが負けちゃったら将棋で飯食ってけなくなるから羽生さんと対局するのに3億払えって言って金で釣り上げてる段階なんですよそれなんか米長会長が言ってましたよ<ー>羽生さんおそらく負けるだろう、ね、の羽生さんの言葉すごい好きでね、はい、羽生さんはを使ってるんだ,よ、ね、だから結局潜在意識から使って将棋指してるのさ。はい だから音楽がね、感覚でばーってやってるように、羽生、はい、さんはなんかアルファ派出ながらやるじゃない、あの人の本をどき読むけど、はいはい、だから、ね、その人間のもともと自分で気づいていない部分とかっていうのをね、あの出せるやつがコンピューターに勝てるかって、すごいドキドキするね、うのうのドキドキ っていうよりもなんかそう僕羽生さんが言ってそれ対局観って言ってるんですけど羽生さんって誰よりも棋譜読んだ人でデータベースを蓄えた人なんですよ、うん、蓄えましたねあの人は、はい、あの人は若い頃のやった人はいない若い頃で、うん、昔はそ、うん、1000手とか1万手とか読んでたらしいんですよ要はコンピューターと同じことやってたんですよ、ねうん、だけどこの時代じゃダメだって言ってそう持ってるデータベースの中から一瞬で10パターンぐらいを読むっていう山を張る っていいうのに変えたらしいんですよそれを羽生さんは対極観って呼んでるんですけど、うん、それは多分コンピューターできないと思ってますね僕要は計算式を1から1000パターンみたいなのをバーって走らせたら人間勝てないんですようんだけどそのランダム性みたいなものはコンピューターはまだ持てないのかなっていう考え方ですね難しいね俺そこら辺分かんない、うん、いわゆるね、うん、俺そこら辺になってくると 魂って言い始めちゃうあ、そうですそうです楽もしくは直感とかねそこられがどっちなんだろうってかんないけど俺いやいや合ってます合ってますそのことがまさにさっき言った「硬化機動隊」っていう漫画の中に書かれてるゴーストっていう存在なんですよ直感力うん で,、はいはい、どうどうでなんかあの初めはお金のよ金が全てではないという話になりましたけど、はい、俺はね本当だと思うよなぜなら、うん、羽生さんは小児番をずっとやってるのさだからこそ小児番変えればすげえ人生楽しいんだよそう,そうそう,そうあのね僕そ<は>当にそれあうがとうございますめちゃめちゃありがたいんですよ俺僕一郎で例えるんですけど イチローがバッターボックスたつ時に俺これバット一振りしたら平均300万だなとか絶対考えてないんですよ。野球がただ好きで好きで<う>バット振るのが好きで楽しみまくって <laughs> っ <laughs> いやいやもう本当に本当にいや本当に友達になりたいですね、うん、でそれを突き詰めた結果、うん、やり続けた結果結果としてお金が入るようになっただけで多分金のこと考えてないですよ。うん 例えば、そう、羽生さんは将棋の一手指すためにいくらって多分もう計算式が立ってるはずなんですよ。年収と、そう、一日何、対局どれくらいやるとか。でも、平均10万とかやったら絶対負けるんですよ。うーん。そう。それが言いたかったんですよ。めちゃめちゃありがたいっす。そう、だって、あのね、あの、なんか楽しいっすね。ごめんなさい。ドーパミン爆発って呼んでるんですけど、僕楽しくなると多弁になるんで、あの、音楽とかもそうで、なんかその、 売れるためにバンドやりたいっって言ったやつっててみんなやめてったんなめたですよ。上手いやつらかっこいいやつら、うん、だけど<ー>音楽ばっかりやってた好きなやつだけ今でも続けてる <laughs> プロになったりしたんですよそうだからすげえわかるんですよ好きなことをやることの大事さって、うん、そ,れそれが伝えたかったんで、うん、めちゃめちゃ嬉しいですね本当に嬉しいです あのね、うん、俺もね、あのもうあの一生死ぬまでやろうと思ってるのは、ね、楽しいもんだから、だからこそ、ね、俺は永遠に行きたいと思ってるの、営業、うん、に生き,きたい理由はただ単にずっとこれで遊んでたいのさ。はい もうどれくらい音楽されてるんですか音楽ね小学3年生の頃からやってて音大とか行ったり学校の高校の先生で音楽教えたりだとかしてたんだけども今はもう音楽だけやりたくて音楽やりながらもうニ個生やってるちょっとなんかもしよかったら最後に1曲はいんかんかお願いしますなんかやってね落ちますはいじゃあいきますね 大丈夫ですよ、バっチりです。はいちょっとで、はい、い,やいいですよ、いいですよ。フライミーとのモー、あれい、あすよ。さ、ラメシーはスピーザー、ュター、ー

ありがとうございました。また来てください。ありがとうめっちゃかっけえ。何今の。めっちゃかっこいいじゃん。めっちゃかっこいいじゃん。エヴァンゲリオンだよ。聞いたい今の。かっけえ。フライミートゥーザムーンかっけえ。はい。次の方どうぞ。フライミートゥーザムーンあんなかっこいいの初めて聞いたんだけど。ちょっと待って。あんな、あんなバージョンあんのよ。フライミートゥーザムーン。 そうあれ、CD 欲しいんだけど。超かっけえんだけど。もし、とつ上がりたい人いたらどうぞ。何あれ何あれ何あんなの聞いたことある ?Fly Me to the Moon。超かっけえ。何今のちょ、YouTube にアップしようよ、あれ。いや、マジで。マジで、やっぱ、唐揚げの歌おいで。 <laughs> あの、唐揚げの歌もいいよ。おいで。あの、えあ、まあ、ジャズの古典だもんな。確かにな。もともとジャズか、そういえば。俺は、ほら、エヴァンゲリオンの主題歌っていうので、あの曲を初めて聞いたから。上がっておいで。ただ、あの、唐揚げの歌をメインで持ってこないでね。金が全てではないっていうのが議題のテーマだから。うわ、フライミート・ザ・ムンめっちゃかっこよかったんだけど。 いやいや、本当に、卵味噌は本当そこが武器だからね。卵味噌の武器はそこだよね。うん。卵味噌の武器は。いや、マジでかっこよかったんだけど。何あれ。フライミートゥーザムーン、あんなかっこよかったんだ。金がすべて、いや、違う金がすべて派の人の意見を聞きたいの。世の中金だよ、とか、和道の言ってること俺は賛成で反対だよでいいの。だから上がってきてほしいの。 金が全てだと思うなら、その、俺は絶対違うと思ってるから。それを話し合おうよ。なんか議論をすることってとても大事なことなの。で、日本人っていうのは議論を避ける傾向にあるの。俺はこのままだと日本人はダメだと思ってんの。いいんだよ。卵味噌には卵味噌の考え方がある。考え方が違かった時に人格を否定されたと思うのが日本人の悪いところだと思うのよ。俺は。そうじゃない。意見は対立していい。 ただ、その対立する意見の中で、新しいものが生まれる可能性があると俺は思ってるの。新しい価値観が生まれる可能性があると思ってるの。そのために人間は議論をするんだよ。意見を言い合うんだよ。でも日本人は否定されると、俺の人格を否定されたんだって思いがちなんだよ。俺はここすごく良くないと思う。そう。すごく良くない。バンバン言いたいことを言い合って、あの、自分を磨くんだよ。そう。 議論っていうか、まあ、ディスカッション議論だと思ってるけどね。俺はディスカッションめちゃめちゃ大事だと思うよ。そう、村社会だから、そうそうそう。でも変えていかないとダメだと思ってるよ、俺は。うん。言論空間っていうのは俺は作っていきたいと思うし、だからこそこの配信っていうものをやってるから、反対意見を言うことがダメなことだっていう風に感じないでほしいの。いや、世の中、俺は、だから、古谷実先生っていう漫画家が、ね、えー、秘密っていう作品ですごい衝撃を受けた、 一言がある世の中に唯一する存在魔法存在する魔法それは金だっていうセリフがあるのすごくない世の中に唯一存在する魔法それは金だっていうシーンがあるの俺はこれ俺とは対極の意見にあるよ対極の意見にあるけれどもこれはすごい説得力のある言葉だと思うようんでもその対立する意見の中から汲み取っていろんな考え方を生んでるわけよ え、酔ってるいいよ。酔っぱらいあんま好きじゃないけど。いや、相手の意見は相手の意見でいいんだよ。で、その逆説を言うとダメだっていうのはやっぱりダメだよ。あの、なんつうんだろう、人格とは何にも関係ないもん。だって、俺が思うにね、あの、100人が100人別の生き方をしてるわけだから、100人の考えが同じになるはずがないっていう。だから、100人が全員農民だったらいいよ。ワドンはなぜお金があると思う便利だから。 便利だからだからあくまで道具だって言ってんの便利だからその素晴らしいセリフはどこかにメモしてるのをよく覚えてる俺はねすごいね昔から癖づけてて最初はメモ取ってたのでも脳内にメモ帳ができててあの感動する言葉っていうのを全部頭の中に詰め込んでるのそれは若い時から訓練したのねこれは忘れちゃいけない言葉だっていうのをとにかく書いていって書いていって聞いたら書く聞いたら書くっていうのをひたすらやってたの そしたらある日書かなくても覚えられるようになったの。要は脳の中にメモ帳が作れるっていうかね、そういう、その、取材をしてるとわかるよ。あの、ペンを走らせるともっと記憶力が良くなる。厳密に言うとずれてるんだけどだから、祖祖が、この前俺がのんちゃんのことについて泣いた配信っていうのがあったの。号泣しながら配信をやったのよ。その時に祖祖が、あの、ツイートしてきたの。 ある言葉っていうのを言ってくれたんだけど、俺はすぐにそれワンピースの引用だっていうふうに分かったもん。自画自賛して何が悪いのポーカーフェイス。いや、協調性がどう飛ばれる社会っていうのは俺は終わったと思ってる。協調性が、その、素晴らしかった。要はね、量産するとか、生産率を上げるっていう時にはそれはすごく役立つんだけど、それが AI に取られたりとか、 してるわけよ単純労働の概念っていうのがもうなくなるっていうのが俺の考え方いや、ゲンちゃんかっこよかったなてか、ふわっちでね、ピアノ配信で歌やればいいのに、ニコ生じゃなくて今、ふわっちでやったらすげえ伸びると思うよ自尊心は俺高いくていいと思うんだけど いや、俺、日本人の特徴だと思うよ、お母さん。同調圧力に俺は勝ってるけどな。勝てないかどうかは、ユキチさんの問題なんじゃないの俺、同調圧力全然しないよ。うん。本当に、空気が読めないよ、本当に。超 KY だよ。他国に勝つっていうよりも、うーん、他国に勝つかどうかっていう問題じゃなくて、なんて言うんだろうな。 うん、それすらもいらなくなるっていうか俺はね下手したらね国境がなくなるっていうかそういうふうに考えてるかなグーグルが多分国境をなくすんだと思ってるねおそらくグーグルがやりたいところは最終目的はそこだろうと思ってるね言語の壁を取っ払おうとしてる時にそれが見えたかなうん多分グーグルはその英語とかその多言語っていう概念を壊そうとしてるのね その時に多分国境がなくなるんだ。要は洗脳が効かなくなるんだよね。YouTube でさ、戦争地域の人たちがやってることとか見たりとか、英語とかを日本語に翻訳して勝手にその動画が聞ける時代が来るから。で、さらに言ったらさ、その人に合った声質とかを勝手に自動化して選んでいくようになるの。低い喋りの人は低いとか、渋い人は渋い、可愛い人は可愛い、萌え声の人は萌え声みたいな。で、そうなっていくと、もう、もう勝てないと思うね。 俺はね、宗教はね、あの、問題ないと思ってるね。な、うんでかって言ったら日本はね、宗教全然信仰してないから。Google はもう国家レベルでしょ。うん、<laughs> Google とか Apple とか国家でしょ。Amazon とか。 いやーかっこよかったなー。超感動した。国境がなくなるのどうやってなくなるわけいい質問だね。あのね、簡単に言うとね、部屋に引きこもってるからね、村とか市とかもいらなくなるの。あの、インターネットとかパソコンとかに触ってる時間の方が多分これから増えていくと思ってるの。だから、その時にどこに所属するのかっていう、Twitter 民、フェイスブック民っていう、民っていう言葉を無意識に使ってるのは俺はそこだと思うよ。 グー民グっ,って民って意味でしょあれ国っていう意味だから本能的に使ってると思う中国はグレートファイヤーウォールで分かってるからねあいつら頭いいからねうんこれ侵略されるっていうのが分かってんだ、ね、だからね国境がなくなるっていうのは概念の話ね本当の国境線法あるよ日本人とかあるよそれはなくならないメタファーとしてのあの 要は、アイアム日本人だみたいなものはどんどんなくなっていくと思ってる。で、実際今ないじゃん。まあ、チャムはあるか、あると思うけど。そう。で、国境は現在インターネットにはないんだよ。ただ、言語の壁が国境線になってるの。それが俺の考え方。言語の壁が国境線。で、その言語の壁を取っ払おうとしてる Google を見たときに、国境がなくなるんじゃないかっていう。 そういうい話ねあー時差が困る要はねあとね日本人の特徴で否定をする時に「ありがとうファンタスティック花火ありがとう!あのね」 あの、否定をするときに頭のいい人ほど、えっ、ー、とね、確定的に言わないっていうのがある。それももったいないと思ってるの。ありがとうございます。匿名さん、ファンタスティック花火。えっ、ー、とね、これ何のことを指すかっていう、結構深い話になってくるんだけど、確定的に物事を言うと、う裏返ったとき自分の、<laughs> えー、中小、なんつうの、尖った意見を言わ、 やるこれって議論に参加してないのとイコールなのね俺の中ではで日本人って恥の文化だっていうふうに思っていてまっ PTPT いい話してんのにマジでダメ今音声飛んでる直ってよ 良いところですげえ熱い話してんだけどな、まだ治んないちょっとふわっち頼むよ。ダメダメダメ俺の声ダメマジで言ってんの聞こえて